はい、どうも、じゃ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 。はい、どうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。ということで、今日はですね、今ね、プロスピエースユーザー全員が楽しみにしてると言っても過言ではないね、ダルビッシュセレクション、こちらのね、登場予想選手、発表していきたいと思います。そしてね、ダルビッシュセレクション、いつ来るかっていう予想なんですけども、去年ね、田中将大セレクションが12月28日にガチャ更新来てますんで、多分ね、12月末の方に来るんじゃないかなと予想してます。まあ、なのでね、今月、あと3週間後くらいにはね、多分来ると思ってますんで、というか、あと3週間で、今年終わるの。泣くわ。まあ、ということでね、私、ゆういちのダルビッシュセレクション登場予想選手、発表していきます。はい。発表はね、ここのチーム順で発表していきたいと思います。じゃあ、まずヤクルトから。ヤクルトのね、登場予想選手、僕はオマリー選手です。はい。多分ね、プロスピで登場したことないんですけども、まあ、新規の外国人枠って感じでね、オマリー選手来るんじゃないかなと予想してます。で、まあ、オマリー選手といえばね、このヘルメット小さすぎる問題。まあ、一回見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんも。で、一応オマリー選手ね、ヤクルトで予想してるんですけども、阪神にもね、4年間在籍してまして、まあ、ヤクルトはね、2年間しか在籍してないんですけども、一応ヤクルトの方がね、成績がいいんですよね。1995年のオマリー選手が、ホームラン31本、打点87、打率3割2分という成績残してますんで、結構ね、能力期待していいんじゃないかなと思ってます。まあ、あとはね、広角打法つくかですね。そこはね、ちょっとダルビッシュさんの力でつけてもらいましょう。はい、お次、阪神は岡田監督です。はい、岡田さんです。まあ、強打のセカンドってところでね、岡田さん来るんじゃないかなと思ってます。まあ、一応来年からね、TS 候補ではあるんですけども、まあ、おそらくね、ダルビッシュセレクション選ばれた時期がね、全然岡田監督決まる前だと思いますんで、まあ、そこは関係なくね、選んでるんじゃないかなと思ってます。で、ダルビッシュさんの力でミパ82の同値してくれるんじゃないかなと期待してます。はい。はい、お次、巨人はね、上原浩二選手です。はい、上原さん。まあ、上原さんね、このワールドスターのやつと OB のやつとあるんですけども、まあ、ワールドスターのね、通しめ持ち、そしてなおかつね、スプリットフォークもしくはフォーク2種、この球種追加で出てほしいっすね、上原さん。まあ、しかもね、上原さんは、ダルビッシュ選手がレンジャーズ、最初のメジャー球団に行ったレンジャーズっていうチームに、ダルビッシュさんがね、行く前に、上原さんレンジャーズにいたんで、まあ、その縁もあってね、今回ね、上原さん選ばれるんじゃないかなと予想してます。はい、期待してます。はい、お次、広島。広島は前田さんです。まあ、この間のね、イチローセレクションで前田さん出るんじゃねえかと予想されてましたけども、まあ、ダルビッシュセレクションでね、前田さん選んでくるんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、レジェンドというところと、なんかもう勝手なイメージですけど、ダルビッシュさんなんかこういうバッター好きそうじゃないですか。守備良くてバッティングいいみたいな。まあ、しかもダルビッシュさんはね、プロスピユーザーでもあるんで、普通にね、前田さん欲しいと思うんですよ。まあ、能力の変更はね、もしするんだったら、パワー77、称号でパワー A いける範囲で出てほしいですね。まあ、ただ前田さんマジで強いんで、個人的にも出たら欲しいです。はい。はい、お次、中日、落合さんです。まあ、今年はね、中日の落合さん、待望の方、待望の声多いと思うんですけども、まあ、出すならダルビッシュセレクションなんじゃないかなと思います。まあ、それくらいね、やっぱりもう、このプロスピのね、ゲーム環境を変えてしまうくらい強いんで、落合さん、マジで。今回はね、ロッテではなくて、中日の落合さん出ると予想しております。まあ、ミートパワーはね、ロッテよりも低いんですけども、全然打ちやすいですし、このくらいのミパあったら全然十分ホームラン打てるんで、出てきたら継承したいですね。はい。はい、お次、横浜、才木選手です。才木さん。まあ、去年ね、横浜のマシンガン打線のね、ロバート・ローズ出してますんで、今年はね、同じくマシンガン打線をね、担った才木さん出してくるんじゃないかなと予想してます。で、まあ、才木さんね、僕結構、レジェンド選手だと思ってるんですけど、意外にもね、2019年の OB 賞出てないんで、今年ね、出てきてほしいっすね。まあ、しかもライドラでこのミパの能力なんで、十分ね、今の環境通用すると思いますんで、横浜は才木選手と予想しております。はい、お次、パリーグ、オリックスですね。オリックス、予想は山田久志選手です。まあ、山田選手もね、もうレジェンドというかもう、プロスピでもね、最強のピッチャーなんですけども、まあ、このシンカーですね。まあ、しかもストレート A というところで、ダルビッシュチャレンジカップのね、リアル起動でめちゃめちゃ強いんで、まあ、そういう面も含めてね、山田選手、選んでくるんじゃないかなと予想してます。まあ、個人的にもね、取り逃して後悔してますんで、山田さんね、出てきてほしいなと思います。はい。はい、お次、ロッテ。ロッテは渡辺俊介さんです。はい。未だね、なぜかプロスペース出てきてない渡辺俊介さん。ついにね、ダルビッシュさん選んでくれるんじゃないかなと予想しました。まあ、しかもね、2009年の WBC でもね、一緒のチームでやってますんで、まあ、直接的にね、交流もあるでしょうし、今回渡辺俊介さん、初登場願ってます。まあ、そしてね、ちょっと渡辺俊介さん、アンダースロー、めちゃめちゃ低いとこからね、もう地面スレスレ投げるんですけども、まあ、なんかあれっすよね、
ストレートぐらいちょっと浮いてきてもいいっすけどね。藤川選手の火の玉ボールみたいなさ。まあそういうね、ちょっとした強化も期待してます。はい、お次、楽天は吉岡雄二さんです。毎年ね、正月のトンネルズさんのね、リアル野球版でおなじみの選手なんですけども、まあ去年もね、なんかイースラーさんがテレビで有名になったみたいな感じのね、理由で選ばれた気がしますんで、この吉岡さんもね、まあテレビで有名になったわけじゃないと思いますけども、まあ結構今のね、世代じゃない人たちはね、もうテレビ見て吉岡さん知ってると思いますんで、まあちょっとそういう枠も含めてね、吉岡さん選んでみました。で、一応ね、2018年から2年間くらいファイターズでコーチやってますんで、まあダルさん被ってないですけども、まあ全然あり得るんじゃないかなと思ってます。はい。はい、お次、ソフトバンクはマハラ選手です。マハラ選手もね、2009年 WBC でダルビッシュさんとね、同じチームでやってますんで、まあそういう面も含めてね、マハラさん選んでくるんじゃないかなと予想してます。で、まあマハラさんなんですけども、リアタイ的にはね、このフォーク西とかになってほしいですね。去年の斉藤和美さんみたいな感じで、まあタイピンチも持ってますんでね、そうなると結構マハラさん、リアタイ的に面白くなるんじゃないかなと思ってます。はい。はい、お次、日本ハム、セギノールです。はい。僕の大好きなセギノール選手です。もう超同世代です。もうこの時めっちゃ見てました。小学生で。まあ、ダルビッシュさんとね、同じ時期に日ハムでやってますしね。去年もね、日ハムはイースラーって、助っ人外国人出してますんで、今年もね、セギノールというね、助っ人外国人で来るんじゃないかなと予想してます。というか、普通に出てほしい、マジで。まあ、あとはね、いろいろ予想してますけども、なんだかんだね、一番欲しいというか、一番目玉のダルビッシュさんですね。まあ、今年の球種はね、なんか WBC もありますんで、2009年時に投げてた、人から出してくるんじゃないかなと予想してます。スラーブ西とかだったら面白いですね。通信も持ってて、まあそんな感じのダルビッシュさんを勝手に予想してます。想像してます。はい、はい、ラスト、西武ライオンズ松坂大輔選手です。まあ、イチローセレクションでもね、中日版で出たんですけども、まあ、ダルビッシュさんがね、選手選んだ時はね、イチローセレクションの内容とか全然知らなかったと思いますんで、まあ、単純に普通にね、西武松坂さん選んでくるんじゃないかなと予想してます。まあ、しかも2009年の、ね、WBC の時はね、松坂さんがもう絶対的エースっていう感じでね、大エースで出てますんで、まあ、そういう面も含めてね、松坂さん選んでくるんじゃないかなと予想してます。はい。というか、選ばれててほしいです。まあ、あとはもうね、強化してほしいですね。一番強化してほしい。マジでリアタイで使えるようにしてほしいです。お願いします。はい、ということでね、まあ以上がダルビッシュセレクションのね、登場予想選手でした。まあ今回のね、ダルビッシュセレクション、清原さんとかね、野茂さんとか、登場期待してる声もあると思いますけども、僕はね、厳しいと思うんですよね。まあ野茂さんはなんか本人が許可出してない感じがありますし、清原さんはね、まあ大人の事情でまだ出せないんじゃないかなと思いますんで、まあ今回予想からは外してます。もしよければね、コメントでみんなの予想もね、書いてくださると嬉しいです。まあ多分ね、今月末来ると思いますけどもね、楽しみに待ちましょう。最後にチャンネル登録、高評価お願いいたします。じゃあね。